おはようございます。僕はですね、今大阪関西国際空港に来ております。本日なんですけども、今からですね、年内最後の海外旅行に向かいます。で、今回とりあえず関空に来ているということで、まあ、日本をね、大阪出国するんですけども、関西空港から中国の北京にまず向かいます。で、今回利用する航空会社なんですけども、中国のスターアライアンス、エアチャイナ、中国国際航空ですね、こちらを使いまして中国の北京に向かいます。まあ、中国が目的地ではなくて、また中国乗り継ぎで、最終目的地ヨーロッパの方に向かうんですが、今回初めてね、エアチャイナ使うということでちょっと楽しみですね。今までね、なかなか使う機会がなかったエアチャイナなんですけども、前から乗ってみたいと思ってたんですよね。まあ、結構中国系のエアラインって航空券安いことも多いんですけども、今回ヨーロッパまで片道7万円ぐらいで、まあ、昨日発見したんですけども行けるんで、やっぱり安いですよね。はい、というわけで本日関空からエアチャイナを使いまして北京まで向かいます。よろしくお願いします。ということで関西空港の第一ターミナルの方に来てるんですが、なんか人がめちゃくちゃ多いな。今ちょうど電車到着した時間かな、何回か JR すごい混雑しています。うわ、すごい年末の出国ラッシュですかね。はい、では早速ですけど第一ターミナル、ターミナルの中入りまして4階の方に移動します。今の時間帯、国際線の到着ラッシュでもありますからね、もう券売機とかめちゃくちゃ混んでる。緑の窓口も激混みですね。まあ、関西空港なんですけども、まあ、今リニューアル工事中をしていまして、結構ね、工事で狭くなったりしてる場所多いんですよね。なので、いやー、関空ターミナル不足だよね。なんかそろそろ第3ターミナルかなんか作ってほしい。まあ、個人的にはね、フルキャリアと LCC で完全にターミナルを分けてほしいなと思うんですけども、今ね、T1 のキャパがもうね、オーバーしそうで大変な関空です。ターミナルの中に入りました。2階は国内線のフロアになるんですけども、4階まで上がりますね。国内線のフロアもめちゃくちゃ混んでますわ。まあ、これから年末年始ラッシュになりますから、関西空港を利用する方早めにね、来た方がいいです。ちなみに今11時20分で、僕のフライトね、13時50分発なんで、今2時間半前ですね。よし、関空から出国するのもちょっと久しぶりかな。今年2023年最後は関空からの出国です。4階の国際線出発フロアに上がりました。もっと混んでるかなと思ったんですけども、そこまでね、もうやばい混雑発狂しそうってぐらいではないですね。というのもね、最近関西空港、海外の方からも非常に評価悪いんですよね。その理由が混雑です。保安検査場の混雑がひどすぎてですね、もう外国語とかいろんな言語で関西空港のレビューのところに悪く書かれています。で、まあ、こればかりは、まあ、今仕方ないんですよ。今工事中なんで、もうあとね、1、2年すると新しくね、保安検査場もリニューアルするんで、そうすると混雑もだいぶ解消されるかなって感じではあるんですけども、今時間帯によってはなんか2時間とか3時間保安検査抜けるのにかかったりするんですよね。というわけで最近ね、海外の方から評価が非常に悪くなってる関西空港、多分おそらく日本の国際空港の中で今一番ね、嫌われてる空港なんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、僕は関空押したいんでね、関西空港リニューアル工事が終わるまではちょっとね、みんな頑張って耐えようと、まあ、それしか言えないですよね。で、制限エリア内ですね、12月の上旬かな、一部新しくなってるエリアがあるんですけども、今回それもね、ちょっと動画で、見ようと思うんでね、このまま見ていただけたらと思います。相変わらず見にくいフライトスケジュールを今見ているんですが、本日利用するのは13時50分発ですかね。エアチャイナはですね、北京だけではなくて上海とか他のね、中国にも飛ばしているんでちょっとややこしいんですけども、今回僕が乗るのは13時50分発、左の下から3、4、5、6、7個目かな、北京行きの CA928 便です。 ANA とコードシェア、 F カウンターですね。で、北京にはですね、大興空港と首都空港があるんですが、今回は北京首都空港に向かいます。まあ、古い方の空港ですね。もうチェックインは2時間半前ということで、すでにオープンしていますね。 F に向かいます。エアチャイナのカウンターに来ました。今ちょうど上海行きと北京行きのチェックインをやっているということで、結構混んでますね。これ奥エコノミーですけども、めちゃくちゃ並んでいます。で、今回はエアチャイナスターアライアンスということで、僕はあのスターアライアンスゴールド持ってるんでエコノミー使うんですけども、こちらのプレミアムチェックインですね、使えます。こっちだとまあ割とすぐ行けそうです。よし、では並びます。プレミアムチェックインのレーンも3つか4つぐらい用意してくれてますね。というわけで10分ぐらいで
チェックイン完了しました。もう北京から、ね、ヨーロッパまでの航空券のももらいました。でも多分北京で入国しないといけないよね。トランジット時間10時間ぐらいあるんで、一回またトランジット入国しようかなと思ってます。今中国ビザいるんですけども、乗り継ぎの場合はですね、ビザ免除という扱いになります。もうこれ今まで何度も、ね、説明してるんで、もう今回省略しますけどもね、はい。まあ、北京で乗り継ぎで入国するの初めてですね今回で。エコノミーのレーンは結構混んでますけども、優先レーンだと10分で終わりました。で、ファストレーンのチケットはもらえませんでした。それ何かというとですね、この関西空港の保安検査ね、奥に実はファストレーンというのがあるんですよ。でこれに関しては、まあ、航空会社によっていろいろ変わってくるんですけども、ビジネスクラスを利用する場合だと基本もらえます。であと航空会社のステータスを持ってるかどうかでエコノミーに使う場合もらえる場合があるんですけども、エアチャイナに関してはスターアライアンスゴールドを持ってた場合でもファストレーンはね使えないみたいです。はい、これ気をつけてくださいね。アシアナ航空とか JAL とか ANA の場合はエコノミー利用でも、SFC とか JGC とかそういうステータスを持ってたらねファストレーン使えるんですけども、エアチャイナの場合はステータスを持っててエコノミー利用する場合でも一般と同じレーンに並ぶ必要があるみたいです。まあ、今日ね全然空いてるんでよかった。そう、ここの保安検査場がね大行列で2時間待ちとかにあるんですよ。もうここで40分とかいろいろ書いてるけど、これも全部保安検査の待ちで使われるレーンなんですよね。で関空今ね保安検査1と3、2箇所あるんですけども、今後これがね集約される予定です。で軽減上なんですけども、保安検査1の方が混んでます。保安検査3は結構空いてるってことも多いので、保安検査上ね1めっちゃ混んでるなーっていう時は、もしよかったらね少し歩いて3の方まで見に来てください。3の方まで見に来ると案外空いてるってことも結構あります。はい、ということで本日はですねもう目の前が保安検査3なんでね、こっちの空いてる保安検査場を使って制限エリアの中に入ります。日本出国しました。過去最短かもしれない。もう待ち時間ゼロ、1秒も、ね、立ち止まって待ってないですね。あっという間に抜けれました。11時台空いてんのかもね。もう本当これに関してはタイミングだと思う。朝多分8時9時台とかは保安検査めっちゃ混むけど、それ以降になるとね便数も結構落ち着くんで、まあ、夕方まではね割と空いてると思います。はい、でここから先関西空港今月かな新しくなったエリア、先月末新しくなったエリアになります。入るとすぐに両替所がありますね。で先に進みます、搭乗口。ここから先は僕は初めて来ますね。まあもう使われだしてから1ヶ月とか経つんで、そんな真新しい匂いとかはしないですけども、キックス関西空港の新しい国際線のエリアです。今まで基本的に南と北、南北に分かれていた関西空港の制限エリア内なんですけども、今後はですねこれがバッと完全に合体するんですよね。いきなりウォークスルー型ですね。まあ、これは最近の空港ではよくありますよね。日本初だったっけ、国際線エリアでウォークスルー型の免税店を作ってるっていうのは。もうこの辺は初めて見る光景なんで、僕にとってはすごい新鮮ですね。もう化粧品の匂いが充満してる。ブルガリとか高級店も揃います。エルメス、グッチ。こんな感じですね。化粧品エリア越えてくると、まあ、タバコだったりチョコレート、あとはお酒のエリアになります。分かりやすいね、化粧品、タバコ、チョコレート、お酒っていう感じで進んでいきます。ウォークスルーを抜けるとこんな感じ。あ、めちゃくちゃいいですやん。雰囲気だいぶ良くなりましたね。関西空港前よりも広くなったなって感じがします。まあ、実際広くなってると思いますけどもね。まあ、でもまだね北と南に一応分かれてるって言い方おかしいから、もう多分一緒になったのか。でもウィングシャトルとかは多分まだあると思うんで、端から端歩くと結構な距離あります関西空港ね。おお、ルイ・ヴィトンとかもできてる。ちょっと散策します。ダメだ、今までと変わりすぎていて関西空港にいる感じが全くしません。でここまで来るとなんかちょっと関空の面影も若干残ってますけどね。あ、思ってた以上に変わってる。関西空港はね日本の空港では珍しく天井かなり高いんで、僕めちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱね天井高い空港がいいよ。日本の空港結構天井低い空港が多いんで、それで結構狭く感じちゃうんですけども、関空はすごい高いですよね。ルイ・ヴィトンかっこいいな。で、航空会社ラウンジ、今はですねこんな感じでラウンジのエリアっていうのがいろいろ分かれてるんですけども、今後ラウンジで一箇所に集約されます、場所がね。で今回インビテーションカードもらってんのがキックスノースラウンジってところなんですけども、エアチャイナスターアライアンスなんで ANA ラウンジも行くことできるんですよね。でキックスノースラウンジよりは僕 ANA ラウンジの方が好きなんで、ちょっと今回 ANA ラウンジの方に行こうと思います。まあ、どっちみちシャワーないんですけどもね。
まあ、新しくラウンジも作るということでね、関西空港シャワー作ってほしいな。桜ラウンジもシャワーありません今のところね。このマップ見ると分かりやすいですね。今でも北ウィング南ウィングっていう言い方はまだ残ってるみたいです。で今回28番ゲートからなんで、南ウィングからの出発ですね。ただ ANA ラウンジはね15番ゲートの方北ウィング側にあるんでちょっと歩かないといけないんですけども、まあ、時間あるんでそっちの方行きましょうか。今もウィングシャトルは走ってます。ではちょっと向こうにまず行きます。どんな店があるか全然わかんないんですけども、こちらのマップ見ると分かりやすいですね。まあ、要はですね一箇所にバッと集約されてるって感じですね。今までは関西空港出国すると左と右、まあ、南側と北側で店舗も分かれていたんですけども、まあ、今後はですね一箇所で、まあ、全員がこのウォークスルー型ここを通って出国してここのウォークスルー型のところを歩くんですよ。で真ん中エリアに出ます。でここにね全ての店が集約されてるんで、まあ、以前よりかは、まあ、分かりやすいのかな。うん、動線としてはシンプルになったと言えるんじゃないかな。はい、でここに書いてる店が今関西空港の制限エリア内にある店になります。関西旅日記っていうお土産屋さんとかもあるんですけども、ちょっとどこも混雑がしてるな。保安検査とかは全然空いてたんですけども、制限エリア内に入ると、まあ、どこもかしくもめっちゃ混んでるって感じです。あらららら。まあ、今後ですねまだ新しい店とかっていうのもできていくと思うので、まあ、それが非常に楽しみですけども、まあ、とりあえずね今ラウンジを利用することができる人は、まあ、ラウンジで食事って方がいいのかな。うん、でも初めて見るような店もいっぱいありますわ。確かに変わった関空。あ、この上がキックスノースラウンジですね。本来エアチャイナで招待されているラウンジになるんですが、ちょっと今回はごめんなさい、 ANA ラウンジに行かせていただきます。あ、ここだけかな、中間エリアだけかな変わったのは。ここから先はまだリニューアル工事途中ということで今までの関空と同じです。まあこんな感じで椅子とかもね普通に多いですよ。北ウィング側の方にやってきてるんですけども、急に今までの関空の姿に戻りますね。まあ、この光景もそんなに長く残らないです。ここもリニューアルされると思うので今のうちにね目に焼き付けておいた方がいいですよ。全然変わる中間エリアとそれ以外のところで、まあ、今回リニューアルされたのはもう本当にまとめますと中間エリアですね。北ウィングと南ウィング側は今まで通りです。結構歩きましたけども着きました。 ANA ラウンジになります。今回スターアライアンス使うんでね ANA ラウンジ使います。まあ、ここはのプライオリティパス使えるんであんま航空会社関係ないんですけども、プライオリティパス朝11時までは使えないですからね注意してください。シャワーはないけどもでもやっぱり ANA ラウンジか桜ラウンジがいいですね。 ANA ラウンジこんな感じです。今の時間帯結構混んでますね。まあ、あの11時以降はプライオリティパスでも入れるんで、まあ、多分プライオリティパスで入室してるって方も結構多いでしょう。まあ、窓はあるしね全然快適ですよ。機内食もあると思うしねそんなにお腹減ってないんで少しだけにしておきます。まあ、ANA ラウンジといえばカレーですよね。であと焼きそばとハンバーグ、このハンバーグがね結構美味しいのよ。昔のね小学校の時の給食を思い出す。でビールじゃなくて今回梅酒のねソーダ割りにしました。であとチョコデニッシュのパンと抹茶ケーキですね。はい、まあ十分な量です。ちょっと機内食もね実は楽しみにしてるんですよ中国系ね。こんなもんにしておきます。そろそろ搭乗開始なんでラウンジ出てゲートの方に向かいます。今回は南ウィングからの出発なんで今北ウィングにいるんでねまた中央エリアを通って南ウィングまで行く必要があります。とりあえず北京までのフライトはだいたい3時間半ぐらいかな。で今日の夜ですね、10時間以上超え12時間ぐらいの長距離フライトが待ってるんであれなんですけども、まあ3時間半とかなんでねとりあえず中国まではあっという間でしょう。上海よりは1時間ぐらい遠いですけどね北京の方が。
南ウイングまで歩いてる途中ですけども、またまたやってきました。ここ気になる日本の食堂、めっちゃ人気ですけどもね。うわー、行ってみたいな。ちょ、今日はもう時間ないし、お腹も減ってないあれですけども、ちょっとまた次回以降使いましょう。まあとりあえず今日は下見的な感じですかね。お、スープ屋さんもある。なんかスープストックみたいなもんかな。一品さん、いろいろありますね。あ、キックスエアサイドラウンジもありますね。韓国ラウンジ意外と多いんですよ。はい。で、これシャトル乗って行ってもいいんだけど、歩いていっか。そんなにもう28番で遠くないんで、歩いて28番ゲートまで向かいます。歩いて行けると思ったら無理でしたわ。列車乗らないと。26番まではね、歩いて行けるんですけど、27番から大きい数字は強制的に列車に乗らないといけないっぽいです。マジか。普段ね、関空使うとき基本的に北から出発が多くて、南ウィングほとんど使わないんですよね。最後に南ウィング使ったのいつだろう。それこそシンガポール航空とか乗った時以来かもしれないね。反対側に行きます。シャトルやってきました。本数非常に多いんで便利ですね。ではこれで南ウィングに向かいます。ウィングシャトル出発しました。もう日本で唯一ですよね、空港内でこういった列車がね運行されてるっていうのは。昔は成田空港にもあったんですけども、もう関空が唯一なんじゃないかな。まあ、関西空港からもいずれこのウィングシャトルなくなるので、ちょっと特殊な乗り物に乗りたいって方は今のうちに乗っといた方がいいですね。てかもう13時10分ですわ。もう搭乗開始の時刻。やっぱ遠いな、関西空港意外と広い。あ、全然外見えませんでしたけども、とりあえず着きました。中間駅です。というわけで本日の機材こちらになります。エアチャイナスターライアンス塗装ですね。なんか最近スターラ塗装に出会うのが多い。この前エチオピア航空でもそうでしたしね。エアバス A330-200 になります。ダッシュ200なんで A330 のダッシュ300と比べると、まあ、小ぶりな飛行機ですね。ビジネスとエコノミーを2クラス、今回ビジネスクラスを、あ、ごめんなさい、エコノミークラスですね、予約しました。エアチャイナ、まあスターラ塗装はね、どこのエアラインも基本的に一緒なんで、もう違うところはエアチャイナのロゴが入ってるかどうかぐらいですね。南ウィング28番ゲートの前に来てるんですが、すでに搭乗始まってました。まあ別に急いで乗ったところでなんで、今日満席なんかな。はい、もう早速ですけども乗りましょうか。優先搭乗とかもね、とっくに終わってます。列抜かせて優先搭乗できました。スターライアンスゴールド様様です。ではこの CA928 便で北京首都空港に向かいます。以前ね、深圳航空でビジネスクラス乗った時めちゃくちゃ良かったんですよ、中国系エアラインね。まあ、コロナ前と比べてだいぶレベル上がってると思うんで、今回エアチャイナどんな感じかな、楽しみ。隣には中国東方航空止まってますね。まあとりあえずは3時間半とかのフライトなんで、あっという間ですから、まあ、そんな大したこともないですね。これビジネスクラスですね。ビジネスめちゃくちゃいいじゃないですか。あ、こんないいシートなんだ。正直古い機材なんでそこまでね大したことないシートかなと思ってたんですけども、結構いいですね。僕は55列目 L なんでもっと後ろです。はい、というわけでですね、機内入ったんですけども、まあ、座席のねモニターとか見てもらうと結構古いんですけども、シート自体は結構いいんじゃないの。なんか一瞬プレミアムエコノミーかと思いましたもん。こんな感じのシートになります。 A330 なんで、座席配置は232になりますね。今回55列目の L 席、窓側を指定しました。こんな感じ、なんか結構良くないですか。枕とか割としっかりしていて、これがエアチャイナ A330 のエコノミークラスのシートになります。座席の上にはクッションがね用意されてました。まあ、短距離線なんでブランケットとかはありませんが、言えばね貸してくれると思います。はい、こんな感じですね。まあ、シートビッチそんな広くないですけども、でも言うて81センチあったと思うので、まあ、足はね全然組めますね。
思ってたよりかは全然いい機材ですね。足元にはねマルチタイプのコンセントもついてます。はい、 A330 出しに行くとボロボロですけどもね、はい、まあまあこの辺はいいでしょう。A330-200 です。あんまり乗る機会ないですよね、ダッシュ200は。ダッシュ300とかだとね、日本にもよく飛来していますけども、はい、中国国際航空工事アスターアライアンスメンバーということで ANA とかとね同じチームになります。今日多分隣来ないんじゃないかな、はい、ブロックとか聞いてないんですけども来ないような気がします。これちょっと隣見てほしいんですけども、あの242なんですよシート配置、A330 ね232じゃなくて、で後ろだけ232なんだけども、ちょうど境目のところだけモニターがねこんな感じで潰されてますね。すごい不思議な感じ。もうそろそろ搭乗完了すると思います。全然いいんですけども床とかは結構汚いままですね。でも関空で日本の方が清掃してると思うんですけども、まあ、そこまで細かくチェックしていないのかな。結構床にはなんか機内食のカスみたいなのが、落ちてたりしますけども、まあまあ特に僕は気にならないです、これぐらいだったらね。というわけで間もなく出発できそう、定刻通りですね。まあ、関西空港って北と南、まあ、つまり右と左にですね国際線があって、真ん中エリアは国内線が扱ってるんですよね。今ちょうど ANA とかスターフライヤーがいますけども、このエアチャイナのすぐ横は国内線のエリアになります。でエアチャイナスターアライアンスなんですけども、カウンター業務とかこういったグランドハンドリングは JAL の方が担当しています。まあ、この辺結構ぐちゃぐちゃですよね、アライアンスとか関係なしに、まあ、どこの空港もやってるイメージがありますね。ということで荷物の搭載にちょっと時間かかってそうですね。搭乗はね大方完了してると思うんですけども、まだ荷物の積み込みしていますね。でこのね A330 ってクルーレスト、まあ、CA さんとかが休むスペースがないんですよね。普通大体どの飛行機も隠し部屋みたいなのがあるんですけども、多分ヤブス A330 ってなくて、でちょうど僕の席の上にねこんな感じでカーテンのレールがついてるじゃないですか、まあ、今回みたいな短距離線では使われないんですけども、この A330 が長距離線で飛ぶときはここにカーテンがねバーってつけられるんですよ。今僕が座ってる席とかはブロック席になって CA さんのね休憩所みたいな感じで使われます。これエアバス A330 ならではの、まあ、設備ですよね。かれこれですね機内登場してからもう1時間だとしています。あと 2,3 分でまだ出発しないですね。もう周り見てみると寝てる人も結構いらっしゃって、僕もね今日朝早かったんでもう眠気マックスです。今まだ時間かかんのかな。まあ乗り継ぎはね今日だいぶ余裕持ってるんで問題ないんですけども、Now that we're almost ready for takeoff, please make sure that your tray table are put away. Your seat should now be in the upright position. Your seatbelt fastened. 14時15分ですね。ようやく出発準備整ったみたいです。隣に先到着してね、スターフライヤーとかもう出発していきましたからね、折り返しで。もう飛行機乗ってから1時間以上経ってます。Hello, ladies and gentlemen. 欢迎选乘中国国际航空公司班机。Welcome aboard this Air China flight. 为了您的安全，请留意收看机上安全注意事项。For your safety, please pay attention to the safety instructions of this flight. 请将行李放在行李箱内或您权利的座椅下方。出口和通道请勿摆放行李，禁止随意拉动运输出口手柄。Please stow your luggage in the compartment or under the seat in front of you. Please do not block the exit or cabin aisle with your belongings. Do not hold the emergency exit handle arbitrarily. 飞机起飞和下降前，请调直座椅靠背，收起手珠板、脚踏板，打开遮光板，并系好安全带。14時20分、プッシュバック始まりました。出发颠簸，建议您全程系好安全带。
日本と中国時差は1時間ですね。今中国の時間は午後1時20分です。したんでエンターテインメントをねちょっと触ろうと思ったんですけども、僕のところのやつねコントローラーがもうぶっ壊れててモニター使い物にならないですね。これタッチパネルじゃないんでコントローラーで操作するんですけども、ちょっとこれ残念です。でこっちの隣のやつだと一応コントローラーが、ね、使えるんで、ちょっとこっちで見てみようと思いますけども、はい、映画ですね、もちろん入ってます。だいぶ古いねこのモニター。各有こちらもそんなにドゥルドゥル動くわけでもないな。ちょっとゆっくり扱ってあげないと使えない。あ、テネットは入ってるんですね。あ、映画はこの感じだと120分ぐらい入ってるのかな。結構本数多いっすね。感じで意外とモニターは古いですし、画質もねかなり、シビアな状況ではあるんですけども、映画の本数とかは十分入ってると思います。120本ぐらいありますね。ちょっと全部見てもあれなんで、まあ、それ以外は一般的なものですね。フライトマップだったり。だいぶ時間かかります。あ、ちなみに日本語には対応してません。中国語、英語、フランス語ですね。で、Wi-Fi とかは特になくて、まあ今日のフライト短いんで、特に映画はみんなやめとくかな。この後ね、12時間のフライト乗るんで、その時は多分映画にお世話になることになる、なります。うん？フライトマップ押したつもりだったんですけど、なんか全然違うところ開きましたね。まあいいや、とにかく機内コンエンターテインメントに関してはかなり古いんで使いにくいですね。なんとか映りました。砂嵐みたいになってますね。これ画質なんとかならないのかな。結構シビアです。はい、とりあえず北京まで移りました。大連とかそういったところを越えてね北京に向かいます。なんかだんだんと地球全体が映る感じになるんですね。機内サービス始まりました。まずドリンクいただきました。リンゴジュースですね。トマトジュースとかコーラとかね、炭酸系ももちろん用意されてます。多分この後ね食事が提供されると思うんですけども、前から配ってるんで今回みたいなね一番後ろの方の席だとめちゃくちゃ時間かかりますね。
で、ちなみに搭乗率なんですけども、ご覧の通り8割ぐらい埋まってますね。ほとんどの席埋まってますが、今日はたまたま僕の隣はもしかしたら SOC 効果でブロックかけてくれてたのかもしれないんですけども、人はいないので快適に過ごせてます。ちょうど奥にですね、飛行機飛んでるのが見えますね。この高度で平行でね、飛行するっていうのはなかなかないですよ。近いように見えて実際は結構離れてると思うんですけども、奥に飛行機見えますね。あれ何航空だろう、そこまでははっきりと分かんないですけど、空の上もね過密ですね。 Thank you。はい、ということでですね、2杯目のドリンクいただきました。ビールになります。CA さんとかね、すごい親切ですよ。はい、ワインとかも積んでるみたいですけども、まあ、やっぱりビールにしときます。今日ラウンジでビール飲まなかったんでね。ヤンジンビール、初めて飲むのは美味しそうです。結構あっさりしてそうな感じで、機内食なんですけども、チキンかビーフだったんですけど、もう後ろの席のお客さん全員チキンしかありませんでした。もうめっちゃ謝られたんだけど、まあ、別にチキンでもどっちでもいいです。で、見てもらったら分かる通り、これおそらくね、日本で作られてますね。関西空港で積み込んだものだと思います。デザートモナカで、まあ、日本で積んでるということで、もう普通に美味しいと思います。まあ、中国ではよくある八角とかね、そんなんも入ってないですし、これ全然クオリティも高いですよね。唐揚げとかブロッコリー、ハム、普通に美味しそう。めっちゃいい匂いするし、なんかエアチャイナっていうか、中国系のエアラインとかって聞くとお粥が出たりとかね、なんか全然機内食ひどいみたいなことよく聞くんですけども、まあ2023年年末のエアチャイナのエコノミーの機内食、日本初に関してはこんな感じです。まあ、中国初のねエアチャイナの機内食どんなんか今回ちょっと分かんないですけども、まだ次回の動画では中国初長距離線のエコノミーの機内食っていうのも紹介できると思うので、そちらで確認していただけたらと思います。とりあえず普通に美味しそうです。チキンですね、あんもかかってて味も染みてそうです。機内食も食べ終えまして、時刻は中国時間で15時を過ぎています。日本時間だと夕方4時過ぎですね。もう今ね、先ほどソウルの上空も越えたって感じかな。また今海の上空に入っております。あとだいたいもう2時間弱、1時間半から1時間40分ぐらいで北京に到着ですね。まあそら3席独占よりかはねちょっときついですけども、2席独占でもね全然横になって寝れますね。あと1時間半ぐらいは寝れると思うんで、ちょっと仮眠取ります。で、あの CA さんね、日本語の放送はないんですけども、英語すごく分かりやすいです。うん、なので全然聞き取れますよ、簡単に。中国語と英語2カ国語でね放送してくれます。まあではちょっと寝ます。おやすみ。おはようございます。時刻は中国時間で16時、日本時間で午後5時ですね。今も着陸態勢に入ったみたいで、 CA さんに起こされました。まもなく北京首都空港に到着です。もうまもなくね着陸します。エアチャイナ結構着陸態勢入るの早いですね。もう態勢入ってから30分ぐらい経ってますが、一応まだ空の上、下見れてもらったら分かる通り結構雪積もってますね。北京大阪とかよりも寒いですもんね。綺麗ですね、空も綺麗は、月も見えてます。
というわけで着陸しました。3時間ぐらい乗ってましたね。まあでもあれか、機内で1時間以上待ったんで、何やかんやで4時間以上機内にいました。意外と長かったな。北京ですね、北京。北京首都空港、キャピタル空港になるのかな。スポットが開くのを待機していたんですけども、ちょうどね太陽が沈もうとしてます。左奥です。めちゃくちゃ綺麗。上海とかはね結構霧が発生することが多くて、あとまあ大気汚染の影響も若干あったりしてね、もやってることが多いんですけど、北京全然そんなことないですね。めちゃくちゃ綺麗わ。これが北京首都空港、夕焼けに染まる時間帯、最高じゃないですか。やっぱでかいな。まあ、大興空港もね新しい空港としてできたわけですけども、そっちの方がねもちろん新しくて綺麗なんですけども、北京首都空港に関しても外から見た感じかなり良さそうです。 JAL も ANA もね、東京だったり大阪からねこの北京首都空港に就航させてます。って言ってるとちょうど今左奥に JAL が見えるんだけど、あーっきり映らんか。787がいました。うわめっちゃかっこいいなこの空港、いいじゃないですか。というわけでようやくスポットに到着、置き止めではなかったです。517番とかかな、すげえな、数でかすぎるだろう。よし順番に降機していきます。飛行機降機しました。後ろに見えてるのが管制タワーですけども、なかなかかっこいいデザインですね。北京首都空港めちゃくちゃ広そう。今着いたターミナルはね第3ターミナルになります。この空港すげえな、ずーっと奥の方も北京首都空港の一部になりますね。めちゃくちゃ広いわ。こんな広い空港来たの久しぶりかもしれない。なんかどっかの空港に似てるんだよね雰囲気が、でもパッと思い出せない。はい、ということで結構端っこの方のゲートに到着したということで歩いていきますね。で今回なんですけども、トランジット入国をしないといけないはずなんですよね。中国って乗り継ぎの場合も一応入国しないといけないというのが基本なんですが、おそらく北京の人も、まあ、それに漏れずって感じなんですけども、まあ、この先進んでいきますとりあえずね。これですね、このまま進んでいくとイミグレの方になるんですけども、今回僕ですねトランジットなんですよね。なのでトランジットはこっちみたいです。はい、フライトウィズイン24時間以内ということで、24時間以内の乗り継ぎ案であっちのゲートの方に進むみたいです。搭乗券に関してはね関空でもらってるんで、はい、あちらに行けばいいんじゃないかな。あ、入国しなくていいっぽいですねこれ。あ、ならめちゃくちゃ楽だ。今までね入国しないといけなかったんで、上海とか深圳とかアモイとかでもそうでしたけどもね、一時書類バーって書いたりとかしてたんですけども、北京はその辺は大丈夫っぽいです。はい、じゃあ搭乗券もらってるんでちょっとあっち進みましょうか。でもしですね航空券もらってない場合とか航空会社が変わる場合は、おそらくここにね航空会社のカウンターがあるんで、ここでね手続きすることになると思います。はい、JAL のマークとか ANA もありますし、エアアスターナとかね、LR 航空、そういったのも就航してるみたいですけども、マークあったりするんで、今人いないですけども多分呼び出しすると来てくれるんじゃないかな。はい、そんな感じになってるみたいです。はい、では僕はちょっとあちら進みます。ならちょっと一旦ですね動画ここで区切ろうと思います。今回ですね大阪関西空港から、まあ、かなり動画長くなりましたけどもね、中国北京首都空港までエアチャイナ中国国際航空ですね初めて乗ってきましたけども、あの想像以上に良かったです。で結局ね8割と言いました、多分9割以上乗ってたんじゃないかな、ほぼ満席でしたね。ただ僕の隣はまあブロックかけてくれてたのが空席だったということでね、2席独占で快適にね来ることができたんで、もう全く疲れることもなくあっという間って感じです。まあ、関空でですね出発が遅れたんで、まあ、1時間以上ね機内で待たされたんですけども、まあまあまあそれはそれとして、まあ、どっちみち僕的には乗り継ぎが結構長めに取ってたんで全く問題ないんですけどもね。はい、まあ、そんな感じになりました。
まあ、エアチャイナはですね、本当に安くヨーロッパ方面もしくはアメリカ方面とかですねフライト行くことができるんで、学生の方とかにおすすめですね。やっぱ時間はめちゃくちゃあるけどちょっとね交通費はケチりたい、節約したいって方には非常におすすめできるエアラインなのかなというふうに思います。で、また SFC とか持ってるとねいろいろ優遇とかも受けれたりするんで、ぜひねエアチャイナ乗ってみてください。まあ、今回ちょっと短距離線乗った感想はすごく良かったですけども、次回長距離線乗るんで長距離線乗ったらねまた、感覚っていうのは変わると思いますけども、はい、とりあえず楽しみですね長距離線も。でまた今後ですねエアチャイナのビジネスクラスとかも乗る機会があればどんどん乗っていきたいと思いますし、中国の他のエアラインですね、中国東方航空、中国南方航空とかもそうですし、それ以外にも中国いっぱい航空会社あるんですよ。海南航空とかってのもちょっと乗ってみたいなと思ってる航空会社があるんで、まあ、来年2024年はね中国系のエアラインっていうのもねどんどん攻めていけたらいいかなというふうに思うところです。はい、というわけでですね今回この辺で動画終わりたいと思います。北京首都空港めちゃくちゃでかいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。